大月文彦の共造一の席駅前の大月さん、健人像、大月文彦から1928年2月17日は、日本の国語学者、民六社会員、帝国学士院会員、実名は清重、通称はまた、サブロー、号は復権。日本初の近代的国語辞典、玄海の編纂者として著名で、宮城市藩学校校長、 宮城県人城中学校校長、国語調査委員会主催委員などを歴任し、教育直後が発布された際に、いち早く文法の誤りを指摘したことでも有名である。中学者、大月晩慶の三男として、江戸小引町に生まれる。兄に、漢学者の大月助伝、祖父に、蘭学者の大月玄卓がいる。幕末には、蕎麦、伏見の戦いにも参戦、また、 仙台藩の密定として、江戸に潜伏、情報収集にも当たった。これは、江戸言葉であることを見込まれたからだという。母親戦争後に、旧幕府側に付き置く上え列藩同盟を提唱した、父の番系が先犯となった際には、兄の助伝と共に除名運動に奔走した。改正書、仙台藩公用剣道で、英学や数学、蘭学を収めた後、大学南校を経て、 1872年に文部省に入省。1875年に当時の文部省報告課長、西村茂樹から国語辞書の編纂を命じられ、1886年に限界を成立。その後構成を加えつつ、1889年5月15日から1891年4月22日にかけて自費刊行した。その後、 造歩改訂版である、大限界の執筆に移るが、完成を見ることなく、造歩途中の1928年2月17日に、自宅で肺炎のため死去した。なお変著、伊て騒動実録は、伊て騒動の基本資料となっている。限界執筆の過程で、日本語の文法を英語に即して体系づけてしまったことは、大きな副産物と言えるが、 日本語の本体を抑圧したという問題をはらむ。玄界の関東に掲げられた五法志願は、これを目的に玄界を求める人もいるほど日本語の文法学の発展に寄与し、後に高日本文典として独立して出版された。19世紀から20世紀にかけて、英、米、仏、独、いなどの、いわゆる列強と呼ばれる各国では、国語の統一運動と、 その集大成としての辞書作りが行われた。具体例を挙げるなら、A のオックスフォード英語辞典、米のウェブスター大辞典、フッツのエミール・リトレによるフランス語辞典、独のグリム兄弟によるドイツ語辞典などがある。現界の編纂も、そうした世界史的な流れの一環として見ることができる。1891年6月23日、 文彦の仙台藩時代の先輩にあたる富田、鉄之助が、芝公園の紅葉館で主催した、現海完成祝賀会には、時の内閣総理大臣、伊藤博文をはじめとし、山田昭義、大北加藤、江本武明、谷田敵、勝海舟、肘方久本、加藤博之、津田道、み陸勝南、矢野隆慶ら、早々たるメンバーが出席した。なお、父、 関係以来大月家と信仰のあった福沢諭吉も招待されたが、次第書で自分の名が伊藤の下にあるのを見て、私は伊藤の王につくのは嫌だ。学者の立場から政治家と語をなすのを好まぬと、出席を辞退したという逸話がある。ありがとうございます。